り漆、日本で昔から使われてきた漆を使った非常に強力な接着剤です。今日はこののり漆の作り方を説明します。まず最初に米を使ったのりを作ります。水 160cc と上新粉 40g、 それをダマができないように泡立て器でかき混ぜます。水は一気に加えないで少しずつ混ぜるといいです。上新粉と水がよく混ざったら鍋で煮て海苔にしてください。1分ぐらい煮ると海苔状になります。こちらが先ほどの海苔を鍋で煮たものです。一度冷やして粗熱を取っておきましょう。ラップで包んでおくと 2,3 日保存ができます。ではこの海苔を今回小さじ4分の1使います。海苔を小さじ4分の1取って、ガラスの板などのパレットの上に載せます。漆を扱うときはこういうガラスの板をパレットに使うと非常に便利です。このガラスの板は熱帯魚用の水槽の差で500円くらいで買いました。次に黄漆を先ほどの糊と同じ量だけこのガラスの板の上に出します。黄漆というのは未精製の漆のことで、漆というのは漆の樹液を元に作るんですが、この黄漆というのはその樹液そのままの状態です。この黄漆結構高くてですね、中国産のもので 50g 入りのチューブで1000円します。日本産だと、5,000円で、もっと精製して純粋な、漆にしてあるものだと、この2倍とか 1.5 倍とかそれくらいの値段がします。結構高い塗料なので無駄なく使いましょう。そしたらヘラを使ってこの糊と漆を、よく混ぜます。混ぜ方が甘いと耐久性が弱くなってしまうので、しっかり練り合わせましょう。一人には混ざらないので、少しずつ混ぜていって、最終的に全体が均一になるようにするといいです。今回僕はヘラを1本しか使っていないですが、ヘラは2本あると便利だと思います。これでのり漆の完成です。出来上がったのり漆はラップに包んで冷蔵庫に入れておくと 2,3 日保管ができます。空気に触れるとどんどん反応して漆が固まってしまうので、ラップで包んで空気を、遮断してください。で、今日は実際にこののり漆を使ってこの箸を接着します。これよく見ると箸がもう割れていてひびが入っているので、そこをのり漆で接着しようと思います。まず爪楊枝などの先の細いもので塗り漆を取って、この箸の割れているひびのところ、ここに漆をすり込みます。爪楊枝で太い場合は、ヘラなどのもっと先の細いものを使って大丈夫です。とにかく割れ目にこの塗り漆をすり込みます。
そうしたら はみ出た糊漆をティッシュの上で拭き取ります。輪ゴムで、分解しないように固定をして、これであとは硬化させれば完了です。漆を固めるときは、人間が過ごしやすい気温、まあ冬以外ですね、それぐらいの気候だったら室温で置いておくだけで 2,3 日で固まります。このまま部屋の隅に置いておきましょう。それでは皆さんも漆を使ったハンドクラフト DIY を楽しんでください。